はい、こちらは2019年11月30日渋谷ミルキーウェイにおきまして SGR ボリューム58が開催されました時のタイムテーブルになります。タスンゴさんの出演は4番目の内容になっていらっしゃいました。はい、タスンゴさんの公式ツイッターに掲載されておりました写真になりますが、タスンゴさんたちの最後の曲は皆さんが花丹さんの様子を真似られまして、ショコララブの曲を披露していただきました。大変ものすごく大きな盛り上がりを見させていただきまして、本当にありがとうございました。これでとうとう夢にまで見た伝説の美少女が完成する。ボスは透き通るような白い肌、次にふさふさのつけまつげ、そして闇より輝く紫色の髪、最後にモフモフのしもべ。いけ、くそ、失敗か。何が足りないんだ。これかファイナルスペル、呪文のことか。これか、群衆と共に唱える月の光、甘い笑顔か。そうか、これを貴様らと唱えればいいんだな。貴様ら分かっているな。行くぞ、月の光に照らされて、せい。月の光に照らされて、甘い笑顔に恋をした、せい。甘い笑顔に恋をした、星が魔法で輝いて、せい。星が魔法で輝いて、瞳に映る、せい。瞳に映る、これで最後だ。行くぞ、ピンク色。ニコパカの父です。まさかダスンゴを助けに来たのか。それではもう遅い。お父さん、それはまさか。一つ質問いいか。ダスンゴどこ行った。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。やりやがったな。そんなことをしてももう遅い。なぜならダスンゴは完全に伝説の美少女に生まれ変わってしまったからな。どういうことだ。お父さん、あそこ、そうさん、あそこ、そこ、そこ、さん、あそこ、そこ、
生きるサザエゴミ花さんと毎日が生きるカナンゴミ、生ゴミ、資源ゴミ、ビーカン、ペットボトル、コシ再生紙、ダスンゴミ、ありがとうございました。ありがとうございました。こいつらもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうね。ちょっとこいつらマジ下僕連れて帰るから。マジお前らちゃんと図が高えぞ。マジ下僕、バイバイ。以上です。はい、またね。バイバイ。